生首お尻です。今回は素晴らしき日々10周年アニバーサリーの内容と、三大電波芸である対の空とその派生作品である対の空リメイク、素晴らしき日々の違いといった多くのことを話していきます。10周年セットの内容、この前私が買ったスバヒビ10周年がこちら。対の空発売からおよそ20年、素晴らしき日々から10年を記念した豪華なものなので、いろいろ入っています。その内容としては、これが設定資料集的な絵と、対の空の生みの親であるスカジ様と、自殺のための101の方法の山田オロチ様、さよならを教えての長岡様の提談が記された激レアブック、初代対の空そのまんまと対の空リメイクの2作品が封入されている最新作、ゲーム内で使われた BGM が収録されている CD でもって素晴らしき日々が入っています。危ねえな。3作品共通のエンディングまでの流れ、この10周年セットに同梱されている3作品ですが、初代対の空が記念すべき1作目、そして素晴らしき日々は対の空を元に作り直したゲーム、対の空リメイクはその名の通り対の空をリメイクしたものです。対の空の無印とリメイクが大体同じ内容なのは想像できると思いますが、素晴らしき日々も対の空を元にしているだけあって、登場人物や大筋が同じだったりするんですよね。ということで、作中で何が起こり、どういう進行の仕方なのかは先に触れます。んなことは知ってるという人は飛ばしてください。主な舞台は夏の東京、北高という偏差値高めの高校です。7月の20日に世界が滅亡するという噂が流れ、その不安は高島桜の飛び降りによって膨れ上がっていきます。世界滅亡などという非現実的な予言に多くの人は耳を傾けないはずでしたが、あらゆる不可解な出来事が重なり、北高では7月20日の世界滅亡、つまりは対の空に至る日が近づくにつれ、恐ろしい出来事が頻発していく。作中で起きる出来事はそんな感じで、この一つの物語を各登場人物の視点で読み進めていきます。素晴らしき日々ではこれだけでなく、序章として平和な章が用意されていたり、複数人視点を生かした面白い仕掛けがあったりします。でもって主要人物の一人である間宮拓司は、なんかいきなり覚醒して北高の生徒を導く救世主となります。正直言うと、間宮覚醒の前後のやり取りは3作品全部プレイしても電波すぎてよく分かりませんが、こいつのやってることは20日に世界は滅亡するから、その日に向けて学校の人間を導くというものです。間宮の考えだと、世界滅亡の日が対の空に至る日であり、その日世界は終わり、新しい世界に生まれ変わるそうです。そんな感じで覚醒して狂った間宮を中心に、学校の生徒と先生が狂っていき、20日に屋上から集団ダイブが決行されるまでの慌てふためく様子を描いたものが、この3作品の共通する物語です。初代対の空てなわけで、3作品それぞれのざっくり解説レビューと特徴を話していきましょう。初代では水上由紀と若月琴美、高島桜、間宮拓司の4人の視点で同じ物語を見た後にエピローグを迎えます。一章平均1時間程度のボリュームで、単純計算4時間とちょっとで終わります。特徴としては、各登場人物の感情の起伏が激しく、結構急に暴走し始めたりします。特におかしかったのが3章高島桜編、このお乳が大きい黒髪の女の子はリメイク版でも素晴らしき日々でも同名で登場し、作中での行動も役割も一緒です。公式サイトのあらすじにも載っているんですが、こいつはいじめが原因で頭がおかしくなり、他校の生徒と一緒に屋上からダイブして命を落とします。3章ではその屋上から飛び降りるに至った経緯が描写されるんですが、それは自分は前世で強大な敵と戦っていた魔法少女であると信じ込んでしまい、その前世の魔法の力を取り戻すために飛び降りたという意味不明なものです。最初は不幸な少女くらいの印象だったのに、開始から15分ほどで、私は前世であなたと一緒に戦っていた魔法少女です的なことを言う2人の JK に、そういう設定の話をされて疑うことなく信じてしまうのです。いくらなんでもまあまあ偏差値の高い高校に通う生徒がすんなり信じるのはおかしいし、おやおやおや、もともとそういうのを信じる中二病の女の子なのかなと思いました。ちなみになんですけど、飛び降りた理由は前世の魔法少女としての力を取り戻すためで、力を取り戻すためには死スレスレの体験をしなければならないそうです。そういった理由から3作品通しての名言、怯えは形のない怪物なのと言い飛び降ります。その後地面に頭が激突する直前で魔法少女になる予定だったんですが、普通に死にます。これ覚えてほしいんですけど、この死スレスレの体験によって力を取り戻す儀式をスパイラルマタイ、儀式によって前世の記憶を取り戻すことを頭リバースというそうです。
つまりこの3人は頭リバースするためにスパイラルマタイしたけど失敗してミンチになったというわけです。電波ゲートはいえ1章と2章は案外主人公がまともだったおかげでそこまで電波な印象を受けませんでした。しかしながらこの3章ザクロ編から対の空がおかしいことに気づきましたね。他2作もザクロ編は同じような内容ですが、あちらではお薬によって心も体もボロボロになるという胸クソ展開が追加されているので頭がおかしくなりスパイラルマタイしちゃうことについては少し整合性が取れているかなと思います。あと感情の起伏やばすぎ問題については横山やす子という若月琴美のことが好きな女後輩がいるのですが、こいつもただの情緒不安定女で大好きな琴美先輩を差し置いて救世主である間宮を崇拝し琴美を闇討ちします。この辺も行動が破天荒すぎるなと思いましたね。3作品全てに共通して言えることですが、哲学的な話が多いのでそのあたりの話や陰謀論だとかネガティブな考え、具体的にはこの世の中は綺麗事ばかりだけどクソだろうが的な考えが多いので、増税だらけの今のこのご時世なら案外共感できてしまう人も多いかもしれません。でもってゲームとしての出来についてですが、はっきり言ってアドベンチャーゲームとしては最低限のクオリティです。24年前1999年に発売された電波ゲーなので、当然 UI やグラフィックには期待してなかったわけですが、やっぱり普通ぐらいのクオリティを求めるのもダメです。バックログ機能なし、キャラクターボイスなしですが、私としては1999年の絵は人生で一番古いので、そういった不便な点も含めて楽しめましたがね。ええ、昔の人はこういうのでしこってたんだって思いました。あとくっそ古い Windows98 みたいな時代のゲームでも今の PC でギリギリ動作したのは驚愕。何回か起動しなかったり1回のクリックで2から3回読み進んだりはしたけど、どうにか完走できました。電波ゲーとして有名ではありますが、前半の 1,2 章はそこまで意味不明というわけでもなく、作中で何が起こって事件の後に学校がどうなったのかは軽く描写されます。後半部分の3章ザクロと4章マミヤから一気に電波になり、主人公の初 H が他の男に見せ物にされた後だったりするので、アダルトゲームとしては異質。しかも主人公4人のうち2人が飛び降りエンドなので、電波ゲーとして語り継がれるのも納得ですね。対の空リメイク、お次は対の空のリメイク版。内容としては名前の通り初代対の空をリメイクしたものです。1999年発売の作品をリメイクしただけあって、もはや別物かと疑うくらいには進化しています。3作品の発売順でいうとこんな感じ。一応スバヒビの後に発売されたわけですが、あくまで対の空のリメイクで、 BGM や話の内容は初代対の空ベースです。リメイクにあたっての変更点ですが、追加シーンがあったり一部のやり取りに変更が加えられたりで、大筋は同じであるものの細かい違いは多々見受けられます。目立った変更点は3章ザクロ編と4章横山やす子編。3章のザクロは初代だとめちゃくちゃボリュームが少なく、私はエンディングまで30分でした。ですがリメイク版では過失修正されていて、ザクロのいろんな意味での転落人生がどのようにして始まるかが描かれ、ラストで頭リバースするためにスパイラルマタイを試みるまでの流れは多少納得できるものとなっています。それと初代が4人の視点プラスエピローグだったのに対して、こちらは琴美の後輩であるやす子のショーが丸々1個追加され、5人の視点プラスエピローグも2種類になっています。横山やす子編についてはもともとなかったショーなので、この存在感は結構でかいですね。ザクロほどではないにしろ壮絶な人生のやす子編で、初代ではいなくてもよかった感があるやす子兄とやす子の心情描写が追加されました。前述した通り、この世の中はクソだみたいな話題が多い対の空ですが、このショーは特にそれを実感できます。物語の根幹は変わらないので、結局のところ意味不明な内容ではありますが、それでもある程度補完はされているので、初代と比べると多少理解できます。でも逆に言うと3作品含めると同じような物語を10周以上しているようなものなのに、それでも全ては理解できないって普通に電波な内容ですよね。ただし生きることに対しての意味だとか、生きてるだけで苦しいよね。みたいな、そういう感じのことは伝えたかったんだろうなというのはわかります。次にゲームとしてのクオリティ、先ほど話した通り別物かと疑うくらいには進化しています。というかテキストの一部分をそのまま使ってるだけで、それ以外のほとんどを作り直していると言った方が正しいかもしれません。まず各キャラクターの絵ですね。見ての通り初代の面影をほんの少しだけ残して、今風の女の子として描き下ろされています。可愛い。初代ではなかったバックログや選択肢の画面でのセーブなど、最低限の機能も追加されて快適なアドベンチャーとなっています。おそらく素晴らしき日々と同じ UI だと思われます。さらにボイスなしからフルボイス化されたので、琴美の可愛さが倍増しています。他のキャラ、
音無彩奈やザクロはスバヒビでも登場していたので、声優さんは違えどそういう感じねえといった印象。音無彩奈は出番が増えて美少女感が増しているせいか、私はスバヒビと初代よりもこちらの方が好きです。てなわけで、初代がシステム的にも物語的にも不完全っぽかったのに対して、ちゃんとしたゲームとなっています。素晴らしき日々。過去に動画1本作っているんですが、丸投げするのも忍びないので薄っぺらく説明すると、対の空を元にほとんど作り直して新しい要素を加えたゲームです。ってことで、ザクロだったりマミヤといった一部の登場人物はそのまんまスバヒビでも活躍。作中での行動もマミヤが救世主になったり、ザクロがスパイラルマタイしたりと同じです。ですが、半分ほどの人物は若月琴美が双子の若月姉妹になってたり、水上ゆきとが水上ゆきとして女になってたり、元々の設定から大きくかけ離れています。全6章プラスエピローグ過去編といった感じに、ボリュームは段違いですね。その増えたボリュームで各人物の過去や誕生秘話はもちろんのこと、複数人視点を生かした面白い要素も取り入れています。今回その面白い要素について書こうか迷ったんですが、さすがにこのネタバレは私だったら知りたくないので一応隠しときます。3作品の違いてなわけで、10周年版に封入されている3作品の特徴はそんな感じです。これらを比べると、初代対の空は昔のゲームであり異質な内容だったことから、電波ゲーとして語り継がれるには申し分ない作品だったと思います。その後に発売された素晴らしき日々は、対の空を元に作り直しただけあって、ドベンチャーとして素晴らしい出来だと思います。他2作に謎だったり考察要素が残る分、こちらは全エンディング制覇で、作中での主な出来事はほとんど明かされ、謎は少ししか残りません。まあちょっとは残るけど、電波ゲーを元に作られたゲームですが、意味不明というわけではありませんでした。あとは作り込んでいる分、クリア後にまた最初から読み進めると、こいつのこのセリフはあの時のことを言っているのかなみたいに新しい発見があるのも面白いです。そして対の空リメイク版、2020年発売ではありますが、元は対の空なので、対の空を今風の便利 UI にして新規絵柄で描いた上位互換みたいなものです。その結果、初代と比べて画面や雰囲気が明るくなった点については、もしかすると賛否が分かれるかもしれません。一応公式的には、対の空と素晴らしき日々は別物扱いで、初代対の空と素晴らしき日々をつなぐのが対の空リメイクだそうです。その関係か、対の空のリメイク版だけをプレイしている人が出ないように、リメイク版単体での発売は今のところ考えてないそうです。私はこうして3作品全てを楽しんだわけですが、素晴らしき日々と対の空が別物扱いなのは納得です。対の空は世界滅亡と人生観や死生観がテーマ、素晴らしき日々はそれプラスゲームとして面白い要素を取り入れているので、塚地様曰くエンタメ性のある作品とのこと。物語が終わった後に、幸福に生きよう理解できるように書いたそうです。ついでに言うと、私はこの3作だと素晴らしき日々が一番面白いと感じました。特典の三大電波ゲー定談、めっちゃ長くなりましたが、最後に特典の三大電波ゲー定談について徹底解説すると、多方面に敵を作りそうなので、概要と私が面白いと思った話だけ。この三大電波ゲー定談は本作の生みの親である塚地様主催で、三大電波ゲーとして語り継がれる。対の空さよならを教えて、自殺のための101の方法の生みの親である塚地様と長岡様、山田オロチ様の3人でそれぞれの電波ゲーについて話し合うというものです。三大電波ゲーの発売日といえば1999年から2001年あたりなので、その時代特有の雰囲気だとか流行りを中心に話が進みます。なので、お三方の面白い話を一つずつ話して終わりましょう。まずは自殺のための101の方法の山田オロチ様。自殺の制作にはそれほど深く関わっていないらしく、ただシナリオを担当しただけで、それっきり関係者ともつながりはないそうです。なのでオロチ様からすると、20年前に雑に書いたシナリオをもとにゲームが作られていて、今では三大電波ゲーとして語り継がれ、超プレミア価格になっているという予想外すぎる展開を見せてくれたわけです。しかも電波ゲーの他2作がリメイクだったり、ダウンロード版として復活したのに対して、自殺が未だにリメイクもダウンロード版も発売されない理由の一つは、ガチであのゲームの権利関係がどうなっているかわからないという、もう諦めるしかないものだそうです。山田オロチ様は金月龍之介として、二人が忍ぶやサムライガールズのシリーズ構成などを担当している方で、こういったインタビュー的な記事はないかごくわずかだそうで、激レアみたいです。お次はさよならを教えての長岡様。作用紙についてはあの内容でありながら、電波ゲーにしてやろうと思って作ったわけではないそうです。当時のアニメではエヴァの影響を強く受けたクリエイターさんが多かったそうで、長岡様もエヴァは楽しんでみてある程度参考にしたらしいです。
なんか陰鬱な感じとかは似てなくもないですが、左陽師と旧エヴァは全然似てないですけどね。制作の際にはシナリオだけでなく、企画 CG 原画ディレクターといった感じにほとんど携わってます。多分自分じゃどうにもならないキャラクターボイスとかその辺以外全部やってるんでしょうね。そうしてできた左陽師ですが、意味がわからないという理由で叩かれたそうです。確かにめちゃくちゃ考えなければそれぞれのシーンに込められた意味には気づきにくいし、あの時は解説動画なんかもなかったので、まあそうなるわなという気がしなくもないです。ウロブチ様の鞘の歌は、お前らはクトゥルフとか火の鳥くらい知ってんだろという内容にして、実際ロングセラーとなったので、ゲームにするならあれぐらいの割合で元ネタと自分のやりたいことを混ぜるのが無難なのかもしれません。スカジ様も同じようなものですが、今では電波ゲーとして神格化されてるけど、当時は叩かれたし売れなかったしで、頑張って作ったのに世間から罵倒された、あまりいい思い出のない作品だそうです。最後にスカジ様、ついの空発売直後の評判は意味がわからないとのことで、公式ページが炎上したそうです。その後、仕事でついの空を扱っていたお店に行った際に、店員さんが、あのついの空とかいう絵作ったの誰や、今後あれ作ったシナリオライターは使うなとか言ってて、ビビり散らかしたそうです。もうそのゲーム作ったの私ですとか言えず、すみませんそいつにはきつく言っときますんでみたいなこと言ってごまかしたそうです。なのでスカジ様は今でこそ神格化されているものの、ついの空発売からネットでも現実でも罵倒されまくり苦しんだせいか、ついの空というゲームはプレイしてほしくない代表作なのです。あとはスカジ様の制作秘話的な話だと、作中で間宮は学校の生徒を洗脳して集団ダイブまでさせるがの時代の新興宗教なんかでは似たようなことは普通にあったし、そこまで非現実的なことでもないという話が聞けたり、リメイクの際には初代ついの空の出来について、こんなの商品じゃないって感じだったらしいです。特に先ほど話した登場人物の感情の起伏については、作った本人ですら何これって思ったそうです。今回の内容は以上になります。めっちゃ長くなりましたね。正直に言うと、3作品の中でおすすめ度が高いのは素晴らしき日々ですが、ついの空リメイクも単体で発売しないのはもったいないと思うくらいには面白かったです。最後の電波芸定談ですが、これは今もなお現役で神格化されてるお三方なので、同じく単体で発売してくれないものかと思いました。なんかこう、今なら電子書籍とか PDF ファイルとかですぐできそうじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。